こんにちは、速稼塾の久保です。例の旭川のいじめ自殺事件ですか。自殺というよりもこれは、まあ、殺人とかじゃないかなと思うんですよね。これについてですね、加藤修士さんっていう方ですかね、読み方間違ってたらすみません、加藤修士さんだと思うんですけども、いわゆるね、ヤンキー暴走族から、暴力団入って、で今は人材育成を主に、人材育成とかね、教育の現場を改革することにものすごく力を注いでらっしゃる方がいるんですけども、この方は YouTube されてるのを私知らなかったんですよ。昨日たまたま私の YouTube のサジェストに上がってきて、で旭川いじめ事件についてのライブ放送だったんですよね。いやこれはすごいなと思ってね、チャンネル登録して見させてもらったんですけども、いやこの件をね、加藤修士さんが取り上げてくれたのは大きいなと思いますよね。加藤さんが言われてたのはやっぱりね、学校は閉鎖的で隠蔽体質になるっていうのはもう ずいぶん見てきたと。でそこで真面目にやってらっしゃる方も10波人からげんされるのは本当にね気の毒だっていうことを言われてたんですよ。私ももう本当その通りなんですけども、ただね、真面目にやってる先生がもしいるんだったら、この声、この事件に声を上げてほしいなと思います。自分の学校とかではなくても、自分の地区じゃなくても、同じ教員、教師、教育の立場にいる、日本全国どっかのところでね、こんな問題が起きてるってことをやっぱりね、自分の職場で起きたことっていうふうに捉えてほしいですし、たまたま自分の周りでは被害に遭ったことが、被害に遭ってる人がいないかもしれませんけども、いや、もしかしたら見つけてないだけかもしれないんですよ。だからそれはね、大いな危機感に感じてほしいなと思うんですよね。まさにね、いじめがないと勘違いしてる先生がもう多いんじゃないかなと思うんですよ。やっぱりね、いじめはあるんですよね。いじめってのはある意味、その、フラストレーションなんですよね。だから多くの方がそれを持ってるんですよ。いじめ体質を。たまたま自分がいじめた方にも、いじめられてる方にも関わんなくても、それを傍観してれば同じことですからね。本当にまさにね、いじめっ子の方が目立って責任を取っている、もしくは、非難の目にさらされるだけ、まだね、まともだとも言えると思います。ただ、傍観者ってのは、最も無責任なんですよ。その状況を楽しんで、心の中で喝采をね、している可能性まである。本当にやばいなと思ったら、自分が立ちはだかって守るぐらいのことがなければ、義を見て、せざるは言うなきなりと申しますけども、古い言葉ですけどもね。やっぱそれは悪に加担したことと同じなんですよね。それでこの加藤修士さんと対照的に語られているのが、今ね、法務副大臣されてる、ヤンキー先生ことね、なんて人だったかな。ちょっと忘れましたけども、誰だろうな、吉井博介さんですかね。この方ですよね。この方はね、法務副大臣という立場にありながら、目の前で違法なことがどんどん行われているのを、やっぱ見て見ぬふりっていうかね、私から見るとですよ、この人はもう完全に長いものに巻かれてしまって、例えばこういうのがあるんですよ。教育改革だかなんとか言ってるんですよ。ヤンキー先生、教育再生を語る、海老名で講演会ってありますけども、そういうことをしてるもとでこういうことが起きてるっていうかね、もちろん全部この先生の、先生じゃないや、ヤンキー先生のせいじゃないですよ。でも、やっぱこう本書いてるんですよ。子供がわからない親たちへってね。だったらね、やっぱりこの法務副大臣という立場からも、この問題を重く扱ってほしいなと思うんですけどもね。やっぱり自分に関係ない一般市民がどうなろうとも、忙しい自分には関係ないのかなと思っちゃいますよね。私はそういうことをコメントする立場にないって言うかもしれませんけども、いや、立場でしょうと思うんですよ。そんなね、菅さんみたいなこと言わなくてもいいじゃないですかと思うんですよね。言ってないですけども。そういうふうに私はね、その加藤修士さんっていう、いわゆるね、暴力団にまで入って、今、多くの若者を更生させるために体当たりでぶつかってくださってるこの方と、表の世界っていうかね、綺麗さっぱりと昔のアコギをね、利用して今、ヤンキー先生から這い上がって法務副大臣みたいになったね、いや、もっと悪い組織に入ったんじゃないかなというふうに思うわけですけどね。ある意味その国家権力っていうのは暴力団よりも恐ろしいところですからね。主権を制限することができますから。だから国民を守ることもできると言えますけども、ただね、やっぱひどいこともあるわけですよね。冤罪とかも起きるわけですしね。いろいろと取り留めないことを申し上げましたけども、
旭川のね、この事件をやっぱ取り上げてくれたのは、加藤修士さんが取り上げてくれたのはでかいなと思いました。で、これ徹底的に何らかの形で追及すると。多分一番情報が集まってるのはこの加藤さんだと思うんですよ。で、情報を集めるべき立場にある人は、法務副大臣の、この、誰ですかね、吉井さんですか。吉井さんは、まあ、だんまりでしょうね、きっとね。ちょっと寂しいですね。権力を持った人が黙ってしまって、民間の権力がない人がね、体当たりで自分の身を引き換えに子供たちを守ってくださってるというね、何なんだろうなと思っちゃいますよね、うん、まあ本当にね、ここまで権力に忖度するヤンキー先生、吉井さん、非常に私はダサやなと思いますよね、うん、もうちょっと権力に突っ張ってほしいなと思うんですけども、自分が権力者になっちゃったら、まあ、完全にね、仲間に巻かれてしまったかなと思います。まあこれはね、本当批判みたいになっちゃいますけども、うん、やっぱりがっかりするところなんですよ。最後まで突っ張ってほしいなと思ったんですけども、うん、なんかね、義理人情、上に強くて下に弱いではなくてね、うん、なんか感じるものがありますね。まあでも今回言いたいのはね、やっぱりこう加藤先生が、この加藤修士さんがね、この問題を取り上げてくれたのに大きなこう救いを感じます。まあ、反面吉井さんが出てこないのはちょっと下せないですけどもね、いつかでも力を貸してくれると思います。それでは本日は以上です。